皆さんこんにちは。アパレル造形デザイン科教員の藤井です。今回は対談企画第2弾ということで、カナブンセイがどんな生活を送っているのか掘り下げていこうと思っています。今回はこの方に来ていただきました。アパレル造形デザイン科2年中田です。中田君、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。では早速、お話を聞いていこうと思います。はい。中田君はどうしてこのカナブンに入ろうと思ったんですか？はい、僕は実家が石川県の川北町にあるので、お金のことを考えて、金沢にあるこの学校を選びました。なるほど。もともとファッションを学びたいという気持ちはあったんですかね？はい、実は僕一度高校を卒業してから大学に進学して経済学を学んでたんですけど、ファッション関係の仕事に就きたいなと思う気持ちがあって、この学校に行こうと思いました。その決意、した時親御さんはどんなように言われてました？はい、僕のやりたいことをした方がいいっていうことだったんで、すごいいいですね。サポートしてくれるってことですね、はいはい。じゃあ実際入ってみてどうですか？カナブンに入ってよかったなと思うところあります？分かりやすく親切に教えてくださるのでとても助かっています、不器用な面もちょっとあるけど一生懸命頑張ってますよね、はい、では、中田くんの、好きな授業は何ですか？はい、好きな授業は立体裁断です。変形や、ユニークな形の服が好きなんで、それを自分で作れるんで好きですね、でも立体は結構難しいですよね。そうですね、難しいです、結構ずっと戦ってますね、はい、頑張ってね、はい。カナブンの一番の思い出とかどんなことでしょう？カナブンの思い出、そうですね、BFR です、先輩方の作った服を、ショーで着て、実際に着て歩いたりそれを見たりする、いい機会になってるんで、それが一番の思いです。なるほど、はい。今年はね、その BFR に、中田くんもね作品を出さないといけないんだけど、どんな作品今制作中なんですかね？はい、遊び心のある人をコンセプトにしていて、袖にボリュームのあるジャケットを今作成しています。楽しみしてますんで、はい、頑張って最後まで作ってください。はい、頑張ります。では将来はどんな職業に就きたいですか？はい、将来はパタンナーになろうと思っています。服の仕様や素材を学ぶことができる企業に就職したいなと考えています。じゃあなんかこうコレクションブランドとかそういうパタンナーさんとか、そうですね、結構頑張らないといけないかもしれないですね。はい、頑張ります。では最後に、入学を考えている、皆さんに、メッセージをお願いします。はい、僕はオークコレクションを見たり古着屋やセレクトショップを巡ったりするのが好きで、この学校に入ってそういう知識が生かされているんで、ぜひ一緒にカナブンに入って一緒に勉強しましょう。はい、中田くん本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、次回は本校の学院長村上学院長とアパレル造形デザイン科3年生の木村さんの対談となってます。次回の配信もお楽しみにしておいてください。では